近藤忠敬は、日本の弁護士、政治家。参議院議員を3期務めた。全国公外弁護団連絡会議所代幹事長。1932年4月2日、東京都北区にて、科学工場の労働者の子として生まれる。東京都立大学人文学部を卒業後の1960年に、日本共産党へ入党。 1962年には弁護士を開業、黒田法律事務所へ入り各種労働事件の弁護を担当する。1965年に青年法律家協会議長。1968年には遺体遺体病弁護団副団長につき裁判で全面焦燥を勝ち取る。遺体遺体病裁判では勝利するためには被害者のいる現地。 富山で弁護士として活動することがどうしても必要として、一家で当時居住していた東京都から富山へ移住しており、NHK 歴史情報番組、その時歴史が動いた苦しむ患者を救いたい、一体一体病裁判、弁護士たちの戦いにゲスト出演し、当時の状況を証言した。1974年の第10回参議院議員通常選挙に、 全国区から出馬し初当選、1992年の引退まで3期15年にわたり、参議院議員を務めた。議員在職中は、大倉委員、公害、環境対策特別委員に属した。京都弁護士会会員として、京都府京都市下行区に、近藤忠孝法律税務事務所を開設していたが、2013年6月5日に、観光編の試し去。 ABC 中島明、近藤忠敬団,団員の古記に寄せて、自由放送団、京都支部ウェブサイトハット ABNHK、その時歴史が動いた近藤忠敬元参院議員が、ゲスト出演3月7日午後10時、遺体遺体病裁判京都民放ウェブサイト、元参院議員、近藤忠敬さん死去遺体遺体病弁護団長朝日、新聞2013年6月6日、 ありがとうございます。